はい。続きまして、3、4年生いきます。シートベルトのというこちらの文章。まあ、先週、先月か。先月に続いて、カタカナがとても最近目立つなぁなんて思うんですが、えー、っと、いきましょうね。ここ。開けます。知って、散髄のような感じで。 いいんですがこちらの三随書くのままのままいいときってほらトントンってやってこうしてぶつからないようにこうしてよいしょみたいな感じのちょっとこう2段階みたいな感じの話をしたことがあったかなどうかなと思うんですが死はそんなこと関係なくトントンって,ってちょっとこちらのほら点はこういうふうになりますよね。でくの字 っぽい感じなんですよこういうラインですね。ここからこう。で、行き先っていうのは、ここにふわっとした、あのー、隙間をね、こう作ってあげたいので、こういうふうに太らせていきます。こんな感じ。 えーでね、えっ、ー、とね、カタカナっていうのは漢字の一部を取ったものなんですが、あの、親戚のような感じなんですよ。いつもね、言ってますけどね。なので結構こう、気質をしっかりめに出して OK です。ひらがなとは違います。漢字にちょっと近いかなっていうふうに思ってください。で、とという字は、あの、限りなくこの中心線に乗っかっていくような感じですね。この縦のラインが。細い字なんですよ。 でこんな感じなんですね。ただ、なんか、あんまり私好きじゃなくて、なんか本当もうちょっと太らせてあげたいんですね。ねちょっと気持ち左にずらして、ちょっとこの角度とかもちょっとこういう風に、こっからね、こういう風にね、やってあげたいなぁなんて思うんですが、なんかほら、ちょっと小さく見えちゃうじゃないですか。うん。まあ、その辺ちょっとね、あの、調節をして、 見てくださいいろんな表情があるでしょこれこれでももちろんいいんですよこれでもこれでもっていうかこっちの方が好きだなっていうほんのちょっとの違いでこういうふうに変わっていきますそれっていうのはやっぱりこの角度、うん、なんですねその辺とかをねちょっと見てみると面白いかなと思いますで「ベですねこうふわっとさせといて「ぎゅ」トントンはい「る」です 左よりも右をちょっとこう高くしてあげて、こっからのをギュッとして、この辺にこういうふうに、ちょっと隙間を、隙間ここがこうして、あまりこういうふうにならない。ね、ここに、うん、空間をこう持たせるようなイメージですね。はい、とがまた来ます。ちょっと私の好きな感じちょっと太らせてみます。 はいの着用はのです、はい、あそうそうそうえっ、ー、とさっきのカタカナの連続の部分に比べるとひらがな一回り小さくしたいですよねでここ四角があるのはこの位置です四隅がこうなってますねここ左下のこの四隅の部分からここの長さこのぐらい開けてください結構 あのこうたっぷりと開けるような感じにしてあげてここでほら大きさが決まるわけですからここですねで上に行ってこうですっていう風にするとだいたいほらいい感じにこう中心に持ってこれるし空きがねうんこういう風にイメージをしてくださいえっ、ー、とね今結構丸いんですよ こうやって丸くなってるところにこの字意外とうん大丈夫かなってちょっと心配になりますねそういう時はこういうふうに普段寝かせて使っておいた時こういうところがこうキュッキュッって角が取れてるのがわかりますよねそうするとこの上あ上って言わないかこの一番先のところがすごく尖ってるのがわかりますねでそういうところを上手に使っていきます筆のように使うと とこれはあのー、細く描けますのではい普段から鉛筆の使い方はこう寝かせるようなイメージですよ。そこねこういうところであのー、現れてきますので気をつけてみてくださいね。でこの部分ですここ。 もうギリギリ上に上からこう攻めていくような感じではありますが、この長さすごく短いんですよ。ここでギュッと長くしてしまうとこれ失敗の元になりますので、そこをもうこのぐらいの。 このね、横のこの長さに対して、縦がこのぐらい短いんだっていうのをよく覚えてください。この形です。で、そこに、横、あの、気をつけてこれをね、書くときに、私はこれちょっとこう、縦目にして書きます。ここをね、先っぽをうまく使うために。で、こういう風にして、先をうまく使うってことは、こう、立てるっていうことは、うんと、目線から、 多分この書いてるところっていうのがすごく、うん、なんていうかな手で隠れやすい位置になるってことですこう近くなるから普段はこうやって寝かせてるから手がここにあるんですねここ離れてるでしょここから書くところってここなんですよそれがこういう風に縦目に書こうとするとこういう位置関係になるから手で見えなくなりますよね普段からこれもしこう立てて書いてる子は 自分の書いてる字が自分の手で隠れて見えてないはずなのでその辺りもちょっと注意するといいかもしれないこういう時っていうのはこう立てて書いたりはしますよただ普段は寝かせてなるべく遠くに書くことをおすすめしますうんあそうそういけそうな感じですねこうしておいてこうですね そうこんな感じですでまた細かいところきたなと思ったらちょっとこういうふうに当て方を変えていくと細いところもうまくいけますねそうそうようですよこうちょっとふわっとさせてあげるといいかなこういうところでほら筆と一緒ですよねこういうふうにちょっとふわっとさせておいてここでギュ ギュッとしておいてこういうラインです少しきュッと締めましたよキュッと締めておいてまたギューッと強くなってこちら側にまたギュッとやるんですこういう風にするとこういうとこ線質がこうほら変わって見えますよねねここの縦のラインっていうのはここしっかりとこの気質をね出してほしいとこなんですギュッとしてほらこういう感じです このぐらい引いていいです。引いて止まること。止まります。ギュッとして止まったら、下にこう引いといて、スッと払っていきますよねで。こんな感じです。はい。で、上ですよ。こちらからこうしておいて、下のライン見といてください。ここの部分。で、1、2年生の方で喋ってますよ。あの、ここを開けるんです。開けますよ。で、 こちらそう学年ねちょっと違う学年のところも見てみるといいかもしれないひらがなのことは12年生の方でよく話をしてありますのではいで「命という字ですこちらからこう広がっていきますこちらもこうですねはいでキュッとしたらこういうところこんな感じですねで右の方をしっかり押し 分かり目な感じで場所を取っていくような気持ちにしたいので、はい、ここの部分とかもしっかり、このギュッと引いてっていうのをやってください。このね、気質ね。はい、おです。ギュッと短く、太く、えっ、ー、と、反るって言わないね、ギュッとなんかこうちょ、ちょっとこう反り上げるぐらいな感じかな。で、左へ行ったら、上に、 こう、地みたいにならないこと。こういったら横へ行ってストーン。こんな感じでいいです。で、そこからジャンプして、頭角みたいにスッと。こんな感じですね。はい、ツは大きくここを開けてあげるような感じにします。はい、つなぐ一本です。ツ、なです。えー、なはね、 こちら左が長くなるような感じで右が短くなりたいんですよ。ここ。っていうことはグイーンって上がったらこっち行っちゃダメってことですね。真ん中ではないですよ。こうしておいてすぐ上こうして上で斜めに行きます。そうするとちょうどその比率出来上がります。ここれれってううのはこれもこう 二組、こう、つながってるような感じを意識するといいです。これ。イメージね。こうやんなくてもいいんだけど。こういう風に書くんだよ。つながるとこうなるよねっていうところでいくと、なんか、あのー、理解ができるかな。ここが、ど真ん中行ってないっていうのは、そういうことです。はい、そこから、点です。点からの、スーッと来て、ここで止まってください。もう、ここが、 下のライン、ここですね。この、ほら、もうほんとギリギリのところですね。マスの中のから、真ん中の線の上ではないですよ。またこれは。ちょっと右側にずれてますよね。そして、ぎゅっと内側に、ここにぎゅって入った時に、真ん中の線に到着するぐらいのイメージです。そして、トン、トン。で、これでいいですね。 はい、クです。くは右側から、ここはちょっとこういう、ちょっとまっすぐに近いかなっていう感じにしておいて、こちらがぎゅーっと沿っていきます。で、点の位置、この辺。表彰として覚えてください、この辺。はい、えー、1です。関数字。今回、関数字が両方とも入ってるんだ。1、2年生の方も入ってたし、3、4年生の方も来てるってことは、あの、よく見るところですね、きっとね。 いきますこうしてこうこれポイントになるのはやはりこちら左あの左上からしっかりと気質が入っているかどうかこの気質やっぱりやりがちな子はたくさんいますこれこういうふうにやっちゃうんですよこれいけないいけないというかもうすごくもったいないというかしっかり気質入れなきゃって思ってるのに角度間違えてるとこういう感じであのー。 なんていうのこういうのうーんとわざとらしいっていうかなちょっとわざとらしくなっちゃうんですよねこれだとねもっと自然がいいですもうほんと自然に見えるのが一番なのでこう左上からこの角度難しいですよね角度って こ,こ,こう伸ばしてみた時のここの角度のことなんですがこれ90度に近いですよねこちら斜め45度って言われるここの角度のことを言いますこれをあのやることこれを普段からもう癖にするようにこれが基本なんですすべての字にはこれが入ってますのでそこを応用していくようにしますではいこちら「はい、本」という字書きますこうですよね斜め45度これです こう,こう入ってこうで次こちらもそう縦のラインっていうのはもしかしたら分かりにくいのかもしれないですねその斜め45度ここギュッとしておいてこ,ここです延長線上ここがそう斜め45度こうしておいてそうでこの言葉が難しい って感じてしまう1、2年生三3、4年生は大体分かってくるかもしれないんですが、まあ、特に1、2年生は、やはり高校の、あの、 こう表情で覚えるのがいいですね。絵を見てるかのように、あの人の顔に見立ててこう覚えるとか、あのうん、そういう方がいいのかなあ。あまり靴を言っても仕方がないかなっていうところがありますので、私も小さい時はもう感覚でしかなかったので、それをだんだん言葉に変えていったような、そんな学習の方法でしたので、それで十分わかると思います。でこんな感じですね。うん はいですでこうして上からちょっとここ内側に入り込んできた方がいいですそしてトントンってした時にストンって下ろしてここでこうなるようなねそうこれがねまっすぐだとどうなるかっていうとこうしておいてカクンカクンってなってちょっとここが硬いのが、うん、もったいないこれ悪くはないんですけどねちょっとちょっと余談ですけど音か書く時もそうです 一見良さそうなんですよ、これ。形も綺麗だし悪くないでしょって思うんだけど、この硬さはあだになりますね。あの、毛質で生きてこない。やっぱりこうせっかく覚えるんですから応用が効かないとね、あの、いろんなところにっていう意味で、えー まあ毛筆でも生きてくる書き方をというそんな感じであの選んでいくのがいいかなと思います。12年34年生ですねこれね33年生でいきましょう小3はい。 はい12年生34年生と書いてきましたがそうやって書いてみると今回は関数字両方とも入ってるっていうところでそこの気質の角度これはね消級試験ではありませんよ普通の課題なのですがまあそこをちょっとよく見ておいてくださいこれが当たり前にできるようにね34年生ね12年生はまあそこはねあの徐々にでいいと思いますはいでは失礼します